2月4日火曜日、今日ちょこっとなど日本を聞いていたら、番組の終わりの方で西川ちゃんがリスナーからのメールを読んだ後に、エビちゃんほら友達少なめだからと言っていた。あの西川ちゃん、友達が少なそうだからだったらまだわかるんだけど、友達少なめだからって断定しちゃうのはエビちゃんどうかなと思う。だって西川ちゃん僕のプライベート全然知らないでしょ。まあでもエビちゃんは友達が少ないって言われると、なんか流行りのライトノベルとか新アニメのタイトルみたいで、そんなに悪い気はしないけど、愛と勇気だけが友達のアンパンマンよりかは友達は多いから心配しないで。実際さっき LINE の友達の欄を見たら50人は登録されてたよ。まあ半分ぐらいは知らない名前だったけど。あ、そうそう、 LINE の白いかもっていう欄にザ・ビーチっていう名前が載ってるんだけど、登録すべきかどうか迷ってるんだ。西川ちゃん的にこの人は僕の友達にふさわしいと思う？ありかなしかだけ聞かせて。友達かどうかっていうとね、でもまあそれぐらい、なんかほら LINE って言うとさ、なんかさ、こうほら電話番号とかさ、メールアドレスが知らなくても気軽に、な、元気みたいな感じで投げられたりとかするから、そこはもういいんじゃない、友達登録で。何かあればね、これからもさ、今日職場に電話しますみたいな LINE とかバシバシ入れてくから。愛知県ゼシカの弟、2月12日水曜日、朝起きてラジオをつけると体操のコーナーをやっていた。その日は50代のおばさんが出ていて、朝からとても元気だった。体操が始まると急に、などと喘ぎ声を連発するババア。最後には、気持ちいいなど知らないババアの喘ぎ声まで聞こえる始末。そして体操のコーナーも終わり、アナウンサーの人がこう言った。元気なお母さんの次は元気なこの曲を聴いてもらいましょう。今日発売です。TM レボリューションでカウントゼロ。知らないババアの愛声の後で聴くカウントゼロ最高です。この曲は何でも合いますね。愛知県じゃそんなことやってるの？大丈夫なのかな？まあね、まあ、どんなシーンでもね、ババアのね、そのなんかこれまでのね、男性関係みたいなのも一回リセット。そんな気持ちで聞いてください。カウントゼロみたいな。何でも合いますから。ぜひともいろんなシーンで使っていただきたいでございます。よろしくお願いします。